あなたは夢について考えたことがありますか？夢の世界を縦横無尽に駆け巡るニューヒーローナイツの活躍をじっくりと堪能してもらいたい。スプリングバレーは木と緑が豊かな山岳地帯。クラリスの理想的存在である父親像によって作り出された美しい世界だ。ナイツが敵に触れているとき、 ABC ボタンのどれかを押せば敵を弾き飛ばすタッチダッシュになる。美しい山々の風を感じながらナイツの飛行感覚を身につけよう。霧に包まれた静かな森と道路標識が融合したミスティックフォレスト。これはナイツの代表的な技パラループ。空中で円を描くように飛行すれば空間に穴を開けて敵を倒したりアイテムを集めたりできる。ミスティックフォレストはクラリスの無意識への探求心が生み出した幻想的な世界だ。これまでの自分から大きな変化を遂げようとするクラリスの動揺が生み出したソフトミュージアム。ヨーロッパ風の庭園にそびえ立つ不思議な美術館の世界。トランポリンのような壁を使いこなせ。スプラッシュガーデンは水中に誕生した明るくて爽快な公園のイメージ。深い愛情のもとで育てられたエリオットの意識を反映した温かい世界だ。不思議な水泡が浮かぶシーサイドの公園で明るい日差しと水しぶきを浴びながら空中散歩を楽しもう。一面雪に覆われた丘陵地帯のフローズンベル。 ABC ボタンのどれかを押しっぱなしにするドリルダッシュでどんどん進め。さらにフローズンベルでは雪道を豪快に滑るボブスレーが待っている。ヤッホー。荒れた大地と建設途中の工場が融合する渓谷地帯のスティックキャニオン。これまでのしがらみから脱出し新たな自分を構築しようとしているエリオットの心理が作り出した世界だ。ナイツ自身をマグネットにしてしまう磁力発生装置など楽しいギミックがいっぱいなのだ。ドリームをクリアするとより高いレベルの敵が待つナイトメアへ進むことになる。このギルウィングはセカンドレベルナイトメアの中で最も巨大な体を持っている。また長い尻尾には頭や翼を再生する能力があるので何度もダメージを与えなければならない。続いてはゴムボールのような体を持つパフィー。派手好きな彼女の作り出す世界はとってもゴージャス。柔軟な体をしているためナイツの攻撃は一切通用しないが、ある仕掛けを使えばご覧の通り。